今回はひしもちを作ってみました。材料は並細の毛糸、かぎ針は3号です。作り方は上下ひし形を編みます。3色で輪を作ったらひし形を編みつけて完成です。まずはじめに左手に糸をかけて、針を糸に当て回転させ、輪の中を通して糸端を引いて引き締めます。この次の目が1目目となります。まず鎖編みを10個します。立ち上がりの鎖編み1目、立ち上がりの1目を飛ばして次の目の上半目に針を入れて細編みをします。1目目は増し目なので、もう一度同じ目に針を入れて細編みをします。7目普通に細編みをしていきます。最後の目は減らし目をしていきます。減らし目は手前半目に針を入れたら、そのまま次の目の半目にも針を入れて糸を引き出します。最後に糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、編み地を反対に向けて3段目を編んでいきます。3段目は初めに減らし目、7目細編み、最後に増やし目です。偶数段は初めに増やし目、最後に減らし目。奇数段は最初に減らし目、最後に増やし目を編んでいくとひし形になっていきます。Tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can we just say?
最後10段目の10目まで編んだら鎖編みをして糸を30センチほど長めに取って切ります。糸を引き抜きます。このひし形を黄緑色でも同じように作っておきます。次にひし持ちの側面を作っていきます。同じように左手に糸を持ち針を当てて回転させ糸を引き抜きます。40個鎖目を作っていきます。40目編んだところです。編んだ鎖がねじらないように持ったら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目。引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みをしていきます。針は下半目に入れていきます。40目編んだら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目。次は3段目です。3段目の最後の目です。色を変えたいので細編みの途中で止めて白色の糸を引き抜きます。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。緩むので毛糸を引っ張ります。立ち上がりの鎖編み1目。ピンクの毛糸を切って細編みをするときに編み包んでいきます。筋編みを編んでいくので後ろの半目に針を入れて細編みをしていきます。9段目まで編んだところです。1目目の頭に針を入れて最後鎖編みをしたら糸を10センチほど残して切り糸を引き抜きます。編み地を裏返して
とじ針に糸端を通します。3から4目ほど通して糸端を処理します。ひし形を編みつけていきます。ひし形の編み端の糸にとじ針を通します。ひし形の一辺が10目になっているので10目ずつとじ針で縫い付けていきます。輪の方は奥の半目を拾って縫い付けていきました。ぐるっと一周縫い付けられたら、中で玉結びをします。余分な糸は切ります。中に綿を入れてピンク色のひし形も同様に編み付けていきます。最後まで編みつけられたら、針を適当なところに出して玉結びをします。針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。糸を切ったら完成です。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。